おっと。なんかちっちゃな発見、なんだぜ。そんなこと言ったって、もう松明置いてあるじゃないの。そこはいいんだよ。湧き潰ししてて、うっかり見つけた穴に潜ろうとして慌てて撮影始めたなんて言えねえっつの。言ってるじゃない？うへや、いいんだって。どうせすぐ終了だろうけど、もしかしたらがあるから客車起動しただけとか別にいらんし。だから、口に出てるわよ。おう、入り口の規模の割に、意外と深いな。もう、んけ？まだ聞いてねえ。練習だわね。てなわけで皆さんはじめましてこんにちは。今回もご視聴いただきありがとうございます。そんな流暢にしてる場合？いや挨拶は大事。とりあえず先生はご退場ください。さすぎじゃあ。あー、防具ってすげえな。無傷で済んだわ。違うでしょ。いや、まあ、うん。結局、またしてもこんな感じでグダグダと続けてゆくんだぜ。激しくいろいろと間違えている気がするわ。まあまあ、普段の農業スタートのマンネリからも脱出できたわけだしさ。この洞窟の規模もまだわかんねえけど、ちょっとはこう、ハードコアモードにチャレンジしてる感が出てなくね？無駄な緊張感とか、いらないわよ。まあまあ、そういうなって、なんか、入り口の割に本格的っぽいしさ、期待できそうじゃね？期待って？そりゃもちろん。おっと、早速ゾンビさん、かな、と。ちょっと、今すごい数。ああ、期待以上なんだぜ。大丈夫なの？ここなら問題ないんだぜ。若干せこいが、アンチからのタコ殴りをさせていただきますっと。ゾンビさんに殴られちゃったじゃない。いやいや、そこはご愛嬌。ってことでよろしくなんだぜ。あんまり剣振り回してると、満腹度がめっちゃ出るなぁ。サボンのやめよ。もう、それより、この大群って、一体どこから来てるの？コナーベアとか、下にあるのかしら。いや、これ 1.6 初期版名物のアウトブレイク状態なんだぜ。え、何それ？ゾンビさんの仕様変更が、ちいっとばかし悪さしてるって感じか？俺らを中心に、40マス以内にいるゾンビが一斉にこちらに向かってきてんだよ。地域別難易度がまた上がったんだろうな。やっと来たんだぜこれ。それにしても、多すぎよ。コナー部屋に突入する方が楽かもな。あっちは6体以上はたまらねえし、松明さえ置いちまえば、それで終了だしな。てめえで最後か？とりあえずは、一旦、終わったみたい。ああ、これが第一波なのかどうかは、この洞窟の規模次第だけどな。まずは腹ごなしして、もうちょっと探索すっか。けど、手持ちが静止用で、探索用じゃないわよ。出直してきた方がいいんじゃないの？いや、せめてもう少し湧き潰ししとかねえとな、と、おいでなすったか。おや、せいっと。じゃねえと、今戻ってもまた同じことの繰り返しになっちまうんだぜ。よは絶対っと。結局、大量に湧いている場所がそのままだから？そ、せっかく来たからにはな、せめてもうちょい。あだ？ちょっと、大丈夫？いや、鎧ってっと案外スケさんの弓って痛くねえんだよ。ただ、こっちも弓がねえと若干面倒ってだけ。ちょっと、け？やべ足滑った。早く上がって、なろく。てめえもだ、こんちくしょう。やった？やっつけた？いや、まだだ、で、はい？もう、どれだけいるのよ。だ？くそ、弓さえ使えや先生ごときに。嫌なら拾ったでしょ？なんで使わないの？せっかくだから在庫作りたいんだよ。バカじゃないの？おっと、それに剣一本でも戦えねえと。な。まあ、正直倒せてねえっつか、爆散していただいてるだけなんだけどさ。そんでもさ、やっぱ、下手なりにちっとは修行してかねえとな。ということで、犠牲になってくれやゾンビさんよ。どうしようもないようなミスで、死なないで、私が言いたいのは、それだけよ。へへ、ま、ほどほどに頑張りますよっと。けど、ケルトンか、全然上がってきてくれないわ。ゾンビさんはどんどん来てくれてるのに。一体。ああ、そやすけさんは遠距離型だもんな。こっちさえ見えてや、そこから動かねえんだって。そういえば、だから、寄ってもらうにゃこっちが隠れないと。なんだけどさ、部署終了。わいいんだけどよ、参ったなこや。そうね。いて？あ、もう、どうにかならないの？いや、こやマジで地味品だな。突っ込んでってぶった切るって案も。それは却下。はい、すいません。いやだけどよ、これマジでどうにもなんねえ。いて？綺麗な階段状だから、隠れ場所でも作んねえと来てくれねえぞ。だからって、結構せっこってる場合でもないでしょ？ほってや、自然と隠れっかなぁ、とか。あら、あた、くそ、どっか隠れ場所、あったな。あったわね。つうことでスケさんを待機。これで来てくれるかしら。来た、うしゃおいでませ。ほら、でもってさいなら、なんだぜ。やっと一息つける感じね。だな。
ちょっと手持ちを確認。と、ああ、やっぱあん時矢を拾えてなかったっぽいな。え？か、なんじゃこりゃ。もう、さすがにこれは食らいすぎでしょ？これでよく無事だったわね。そりゃ普段の行いが。なぁに？普通のは冗談として、やっぱ防具様様だよな。そういうことになるかしら。防具はやっぱり装備していて正解ね。結構難易度が下がっちまう気がしてっけど、なんせ、主がご覧の腕前なんでご了承ください。なんだぜ。で、いいか、また軍事さんが上がってきたわよ。だってよ、全然制圧できてねえもん。状況が変わってねえんだから当たり前、と。だわね。まあ、さっさと湧き潰ししちまうんだぜ。んでやっぱ拾えてねえや。即退散。もう、なんかよね。数えてねえっつうの。と、先生だけかと思ったらスケさんもかよ。あ、まずった。え、なになに？今の、レコードゲットできるチャンスだったじゃん。はい。絶好の配置だったのに無駄にした。そんなこと言ってる場合？はい、おっしゃる通り。とりあえずスケさんも始末できたんだぜ。なんだか、何回松明を設置しても吹っ飛ばされてる感じね。ま、先生を倒すんじゃなくて爆発させてんだから仕方ねえよな。で、制圧のチャンスと見た。おら速攻。気をつけて。ほいよ。はい。はいっと。ちょっと、ダメージ回復してないわ。すまねえ、今ちょっと飯食ってる余裕ねえ。そんな、大丈夫なの？それで、いや実はあんまり。ん？どうしたの？骨の音だな、案の定だぜ。キリがないわ。仕方ねえだろ、このままってわけにもいかねえし。と、な、なんか飛ばされんな。まさか、もうエンチャント済み武器を装備したスケルトンか？いや、パンチついてたらこんなもんじゃねえよ。あれ、文字通り弾き飛ばされっからな。あら、ほんとね。これ絶対。さすがにきっとまずいか。寝服って、しばらく回復兼ねて休憩すんだぜ。少しは休めればいいけど。まあ、な、相手にも、布陣を整える時間をくれちゃってるわけだから、あんま回復に時間を取りたくねえけどさ。そ、剣の耐久値がやべえな。それなら、余計に無理は禁物よ。けどよ、正直今ちょっとチャンスなんだよ。そう。なの？奴らの気配もねえし、音も声もしねえし、この隙に一気に制圧できれば。確かに次が楽にはなるわね。けれど、食料もほとんどなし、剣も折れそう。インベントリは無関係のものでいっぱいなのよ。地下探索を続けられる状態じゃないのは、わかってて？そやあ、な、自分でもさ、拠点近くの湧き潰ししてる最中に、衝動的に潜っちまったってのはわかってっし、あのちっせい穴が、こんなにでかいダンジョンの入り口だったとか、ちょっと想定外だったしな。それなら、ま、乗りかかった船。ってことでさ、もうちょい、粘りたいんだぜ。もう少し、な。ええ。お、松明がつったな。松明は、まだ作り立てるから、だよな。ここらも削っとけ。次の迎撃が楽になりそうだぜ。足場が確保されていれば、さっきみたいなことにもならないものね。それにしても、この広さであれだけの数のモンスターが湧いたの？いや、さっきも言ったけどよ、こっちを見つけると、一気に範囲内のゾンビが集まってくるんだぜ。おや、河川生産場だぜ。またなの？おっと、拾い忘れ。さすがにもう面倒なんだぜ。あ、弓？ちょっと使わせていただきますっと。さっきと言ってることが違うけど、まあ、いいわ。じゃあ、当たった。やっちゃって。で、剣なの？おや、武者撃退。あ、実は剣の耐久値がヤバかったからなんだよな。弓使ったの。でへ、じゃないわよ。まあまあ、あと6本か。在庫作りたい。ってのはマジだしさ、剣が壊れそうなのも本当だしよ。ま、そういうこと。弓も使用禁止にしてないものね。しているのは、矢のクラフト縛りだし、矢の在庫を作ろうとして、使わないようにしているのも、結局はあなたの勝手だものね。おうふ、ま、準備不足が故の非常事態ってことで、よろしく、ってな感じなんだよな。準備不足、というより、衝動に任せた無計画が故、よね。うへぇ、否定できねえんだぜ。だって、事実だもの。はいそうですよ。拠点周辺の湧き潰し作業してましたよ。地面に穴が開いてると、つい潜りたくなる。悪い癖が、また先生。あの、矢の在庫を取るか、剣の耐久値を取るか。悩んでる場合じゃないでしょ。ああ、そうだよな。こんだけ距離が空いてや。って外すか俺。しっかりして。よっしゃ、この距離なら外さねえ。若干情けねえけど、気にしない。はいよ、空絶対。撃っても嬉しくねえ。文句言わないの。ほら、貴重な矢、なんでしょ。はいはい、さっさと回収しましたよ。もう、これ式のことで拗ねないで。だってよ、身の丈を知りましょ。
プレイヤーの腕前としては2位以下なのは確かなんだし、その通りなんだけどさ、なんつうかこう、格好をつけたいじゃん。はぁ、気持ちは、わからなくもないけれど、ちょい夜スキップするわ。はい、どうぞ。話を戻すけれど、このレベルで、ハードコアをどう生き延びていけるのか、それに挑戦してるのが、この動画でしょ？あや、いたんかゾンビさん。こんなに近かったのに、こちらを検知しなかったのね。ま、こいつ一気程度なら苦戦もしねえってか？さすがに、ね、ごめんなさいね、ゾンビさん。で、このレベルだからこそ、意味があると思ってるんだけど、それを言われちゃ、なあ、あや、ゾンビさんご一行様がいらっしゃったんだぜ。あら、やっぱあっちの通路から来てたんか。と、やっぱマウスの調子が悪いな。安全な位置は確保できたけれど、油断はしないで。おうさ。つうか、この調子だと、かなり深そうだよな、ここ。やっぱ、思いつきで攻略はできねえか。体勢も整えてないのに、無謀すぎにも程があるわ。おっしゃる通りで。と、まあ、何の問題もなく無事撃退。ね、いやすみません、俺が浅はかでした。マジでこれ、ハードコアモードも洞窟探索も舐めすぎてんだろ。こんな装備ですんません、マジ反省。そしてさらにゾンビさんの腕マシよ。だあもう、マジキリねえんだぜ。経験値は稼げっけど、もうグダグダじゃねえか。さすがに、ねえ、マウスの調子さえ良けや、突っ込んでって暴れてやんだけど、細かく突っかかるのよね。本気で交換を考えなさいよ。前向きに伝承いたします。でもってこのようだよ。ああめんどくせえ。敵フル装備のゾンビさんもいるわ。十分注意して。生意気にも一部エンチャ済みだぜ。そうだやまずい。は？ちょっと。やべえ、一件だったの忘れてた。ちょっと、敵フル相手に素手で殴っても意味ないでしょ。んなこと言われたって。そう。やったチャンス。早く剣を。なしもあるかい。この際素手よりよくあやなんでも。そうなの。暗いこの。ま、なんだかあまり効果なくない？鉄ピッケルくらいじゃ攻撃力甘いか。これならどうだ。うしゃげてたい。なんで、最後、石符に変えたの？へや、次から次に。あ、なんだっちゅうんや。さっさと剣に変えて、とっととぶっ飛ばして、大手のままに。いいかもう、ぶっ飛べこの。はぁ？さあもう、めんどくせぇ。なんなのよもう、意味がないわ。とっとと。落ちろ。はぁ？はぁ？はぁ？終わった、かしら？ああ。もういいな、帰ろう。さすがに、限界よね。ああ、そうだな。つうか、こんだけ時間かけて、ほとんど制圧できてねえってどういうことだよ。情けねえにも程があんぜ。何にせよ、中途半端に挑んだのが敗因ね。そいつは、否定しねえんだぜ。いつもなら、準備万端で挑むからさ、一気に制圧して、モンスターの脇を止めちまうもんな。準備万端といえば、さっき、ツルハシから斧に変えたのは、なんでなの？あ、いや、ツルハシよか斧の方が攻撃力高いからさ。でも、これ、万能姿勢よ。あや。まあいいじゃん、倒したんだから。そうなの。深く突っ込むなって。あら。て、いうか、全パートのリベンジになるか、と思ったんだけど、全くならなかったんだぜ。格好よく地下探索する。ってこと？直に言われるとなんつうか。ん？え、なんでエンダーマンが。たまにいるんだよ。別に太陽に弱いわけじゃねえしな。満腹度回復してるって、え、戦うつもりなの？エンダーパールを手に入れられるんなら、チャンスは逃さねえんだぜ。しまった、ちょい遠い。逃げちゃった？やっちまった。ああ。なんつうか、もう、ダメだ。あかん。しようなんだぜ。まあ、お疲れ様。今回は、じゃあ、この辺りで一旦締めさせていただく？ああ、情けなくて申し訳ねえし、マジで、ここまで我慢強くお付き合いしてくださいまして、ありがとうございました。なんだぜ。また次回、お会いできましたら幸いです。それでは、ご視聴、ありがとうございました。ちょっと、しばらくは地下探索休もう。ええー、雨はしないわ、さすがに。